4月29日付で発令になりました平成23年春の叙勲受章者に対する伝達式を行います。日本国天皇は南里和幸に旭日小綬章を授与する。皇居において授与させる。平成23年4月29日内閣総理大臣菅直人。節目を迎えておられると思いますが、これまで培った経験やさまざまな技術をぜひとも次の世代の方々にお伝えいただきたいと思います。自分にとっては当たり前のことでも、なかなか同じ経験を次の時代の人たちがすることは難しいということがあります。いろんな形で結構でございますので、自分の知っていること、経験をしたこと、そういったことを少しでも次の世代の方々にお話をしていただく、あるいは記録に残していただく、そしてさらには次の世代の人たちがその皆様方のお仕事の上に立って、さらに地域や国の発展に寄与するようにしていただく、そのことを私から心からお願いをしたいと思います。そして私どもはこの受賞を契機にさらに決意を新たにし、今までの経験を生かし、少しでも地域社会のため、貢献できますよう、今後なお一層の精進を重ねてまいる所存でございます。